おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモイの日浦です。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、はい、今日ですね10月1日でございます。はい、10月になりましたよ。はい、本当に本格的にあと3ヶ月です。はい、はい、10月1日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんの日です。はい、はい、東海道新幹線開業記念日となっております。1964年昭和39年の10月1日に東京大阪駅を結ぶ東海道新幹線が開業いたしました。はい、はい、この年の10月10日に開催された東京オリンピックに合わせて東海道本線の輸送力が強化された日となっております。うん、はい、なんか最近39年このオリンピックに合わせた記念日がのね、うん、なんか紹介してるなって思いました。まあオリンピックを契機にいろんなことがね、日本変わったので、はい、はい、ですね、ちょうどうちの姉貴が生まれた年ですね。おお、はい、大体で頃の新幹線って東京大阪間はどれぐらいで行ってたんですかね。3時間何分やったかな、多分。あの3時間半ぐらいかかってたんじゃないですか。だから今1時間ぐらい縮まってるのよ、多分。そうですね、すごい早い、うん、2時間半ぐらいで行きますからね、今ね。はい、ともう一つ、はい、香水の日です。はい、日付はフランスでは新しい香水の発売日が毎年10月1日の頃であることから、今日がねなっているんですが、また秋はファッションの季節であり、はい、新しい秋服の服に合わせて香水への関心が高まる時期であることから、人々の気持ちを豊かにする香水の魅力を広め、はい、クリスマスから年末にかけてねプレゼントしたりとかっていうので香水マーケットのにぎわいを目指しているそうです。はい、で昔にねマリリン・モンローがインタビューでね、うん、寝るときは何を身につけているんですかとちょっとねいやらしいね、うん、質問をしたところ、うん、マリリン・モンローはシャネルの5番って返事をして、うんうん、まあ、そういう有名なエピソードはね、うん、はい、ある香水すごいですよ ね、なんかかっこいいの、想像をかきたてますね、シャネルの5番をみたいなね、で英語では、衣服を着るとか靴を履く、香水をつけるなど、身につけることを表すのをウェアですね。ですね、でまとめてウェアってなりますよね。はい、っていう香水の日となっております。はい、はい、はい、ね、はい、まあまあ香水そうやな、うん、でも俺確かにあの20代から30代ぐらいは香水つけてたね、うん、俺もね。そうですよね、はい、なんか、はい、そういう時に関心ありますよね、うん、そのね、うん、つけてますけどね僕。そうですよね今は僕ブルガリですね、うん、あでもお気に入りの香水っていうのね、うん、やっぱりあったりするし、うん、なんか今のね時期香水をあの季節で分けて使ってるとかすごいおしゃれやなって今ちょっと思いました。確かにね、衣替えに合わせて匂いを変えてとか、また新作がねこの時期に出るっていうのがね。そうですね。ね、ね、1日に出ることが多いっていうのがね、フランスではあるそうで。はい。うん、はい、以上です。そんな感じなんですね。終わり。はい、はい、でですね今日の、はい、このプレゼン、はい、ありかなしかなんですけども、うん、はい、今日はマテリアルからの。はい。お話でございますね、はい、はい、お知らせ、はい、お知らせですね、はい、はい、まあまあマテリアルは一応まあ、うん、ムービーズカフェ、はい、マテリアルタイマーなんですけども、はい、はい、まあ、映画を上映したりっていうところなんですが、うんうん、ついに、はい、配給会社さんから連絡がありまして、うん、上映してくださいというお願いが、うん、はい、最初はまあどういうことやろうと思ったんですけど、うんうん、はい、まあ、ミニシアターというかね、うん、映画館でかかってる分っていうのが、うん、まあ、ちょっと遅れてですけども、うん、でまあ、新作もあるんですが、はい、その配給のついた、うん、映画を上映していただきたいということで、はい、あ、これは面白いんじゃないのって思って、うん、はい、まあ、もう結構ね、あの言うと日浦監督が、インタビューに行ってる作品とか、はいはいはい、でまあ、あの高橋さんのねラジオで言ってる作品とかが、はい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 、
と同じになるわけなんです、ね、なるほどね、はい、つながりがそこで一気にこう出来上がるね、そうですよね、はい、すごいあっと思って、うん、まあ、それがね11月、3日から3日、はい、とりあえず第1弾ということで、はいはいはい、そこでもうあの映画1本決めてますので、はい、なんてタイトルの、はい、私たちは人間だ、はい、どういうドキュメンタリー、ドキュメンタリー、はい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 、その作品、まあ、一発目は、ね、はい、そのドキュメンタリーなんですが、はいはい、まあ、最初そのドキュメンタリーともう一つちょっとダメだった作品があるんですが、うんうん、まあ、そういう系統かと思ったんですが、うん、全然違って、うん、ものすごい送ってもらったら、まあ、そういう作品もいっぱい、なるほどなるほど、まあ、いろんな作品があるんやと思って、ね、でも聞いたところによると、あの、ここで歌ってくれた、そうです、あの岡本監督の作品もだからできるんですよ、ね、そうなんですよ、できちゃう、だからあの岡本監督の作品上映した後に歌ってもらったらいいし、そうなんですよ、ね、はい、あのそういうイベントもここでできますからね、はい、そうです、はいはい、告知もね、はい、もうバンバンできるようになってくるので、そういうふうに11月からマテリアがちょっと変わるよっていう、ね、はい、ちなみにあれでしょ、そのあの作品ホームページに、あ、そうです、はい、もう、あの名前もマテリアルの名前が、はい、ムービーズ画面マテリアル谷町で上映劇場として乗っけていただく、ね、劇場ですから劇場です、ね、そうです、素晴らしい、嬉しい、いやいやいや、すごいすごい、やっとなんかこう風が吹いてきた感じだね、そうですね、ね、はい、まあまあここまでね頑張ってきた甲斐があるかなと思うね、はい、なんか実施映画も実施映画ずっとやってたんですよ、うん、最初はね、うんうんうん、で実施映画の中でネクタイを締めた百姓一揆、はいはいはい、はい、あの河野ジベタ監督の作品も、はいはい、実施映画の時に流してたんですよね、そうですよね、はい、でジベタ監督から連絡があって、はい、あの配給がついたので、はい、こちらで上映できなくなりましたと、はい、で嬉しい連絡があって、はい、よかったですねって言ってた作品を、うん、も入ってるという。はい、ね、帰ってきた、逆輸入みたいな感じ、逆輸入みたいな感じ、またできます、こちらでね、ね、はい、こっちも、はい、ついた感じで、はい、うん、新たにネクタイを締めて百姓一揆ができる、ね、なんで素晴らしい、はい、はい、ちょっとまあどういうふうにね、この、はい、ここに来たことがないお客様に、うん、はい、うちのねムービーズカフェマテリアル谷町の名前がどう知られていくのかね、そうですよね、楽しみですね、はい、まあ、いろんなラインナップがねこうもっと上がっていくと、またあの興味を持ってくれる人も増えるでしょうし、はい、でまあこの場所のね、だからただ単に映画を上映してるだけじゃないっていうところもポイントですから、はい、まあそういうところもあの価値として見出していっていただけるといいんじゃないかなと思うんですけどね、はい、はい、まあ、新しい動きができるということで、はい、はい、まずそれをねお知らせしたかったのでね、ちなみになんかその、はい、な何で知らはったとかそういうの聞いてないですか、まだ聞いてない、あ、本当に、はい、それぜひ聞いておいてください、そうですね、はい、はい、まあなんかあのね、例えばいやあのいつもやってはるあの配信見てるんでとかいう話もあるかもしれないし、はいはい、あのだってほらいろんな監督のインタビューやってるじゃないですか、はい、あ、そうですね、だからその監督のインタビューやってるからっつって、うん、見てくれたのがきっかけかもしれないですし、うん、まあ、本当に分かんないですからね、そうですね、何がきっかけか分かんないですけど、はい、うん、まあ、東京の会社なんで、はいはい、まあまあそこだけではないようになる可能性もありますけども、うんうんうん、今はそちらのね、はい、研究会社さんとお付き合いしていこうかなと思ってますし、はい、ただまあ聞いたところ、うん、そのやっぱ関西でかけ、うん、ないやつもあるらしいんですよね。おうおうおう、なるほどなるほど。関西初上陸もここでやる可能性もない。だからあの配給会社東京だから、はい、関西のミニシアター系とかあんまり強くなかったりとかすると、はいはいはい、あの割とそういうことってあるかもしれないですよね。はい、なるほどなるほど。なんか関係性もあるみたいで、うんうんうん、だからもう本当にね、そのうちの周りの、はい、ミニシアターのところではかけれませんっていうところがこっちに流れてくる可能性もあるので、なるほどなるほど、すごいなんか面白いなと思って。うんはい、まあそのね周りのミニシアターの、 あのレベルねレベルって言ったら申し訳ないですけど、うん、そこのこう下にこう、はいはい、世界をこう作りたいなっていうのがありまして、はいはい、ミニシアターの次にこうね、はい、もう少し気軽に見れる、うん、お値段も少し安めにっていう感じにしたいなとは思いますんで、うんはい、まあ場所も場所ですし気軽に来れるし、ね、はい、はい、で金額も気軽な金額で、そうですね、はいっていう感じで考えてらっしゃるようなので、はい、はい、また詳しい告知をね
11月3日ですから、はい、まあ、あと1ヶ月後ぐらいなんですけど、そうですね、はい、また告知がどんどんされていくと思いますし、随時またね、はい、いろいろ決まっていくので、はいはい、楽しみにしてください。楽しみですね、はい、本当に、ね、はい、私たちも楽しみですよね、はい、なんかこういろんな作品と出会えて、うん、お客様とその作品がつながっていくって、ね、うん、出会える場所っていうのが作れるのが結構重要な役割ですよ、うん、そうですよね、橋渡し役に。いやだから、うん、あの僕としてもねすごい嬉しいのが、例えば、うん、また僕があのカモイ映画祭りみたいなのやろうとしたり、うん、はい、その、まあ、トモルの上映だなんだっていうのをやっていった時に、あの今までは自分のお客さんだけを一生懸命呼ぶみたいな形になってたんだけど、あの今後その、うん、そういうそのね別の作品を見に来たお客さん、はい、あこんなんもやるんですか、うん、っていうのでそこで興味を持ってもらえるみたいな、はいはい、そういう可能性も出てくるわけですからね。はい、もうどんどんいろんな作品ね、うん、あの上映やっていただきたいですね、うん、はい、はい、あの、ここであのお問い合わせお待ちしておりますのでお待ちしております、はい、あのぜひですね、はい、あのお問い合わせいただければと思いますんで、はい、はいはい、よろしくお願いします。来月なんですけどね。そうですね、はい、今10月1日なんで、はい、まだ10月1日は制作映画を制作してますので、はい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 、ちょっとお店休んでるので、はいはい、あの10月中はできないと。そうなんですよ、はい、だから、はい、11月過ぎてから、はい、でまあ、もうすでに決まってるところが、はい、相手からになるんで、はい、まあ、急にはできないのはね、はい、まあ、あの多分あの配給会社さんとか番組の編成とかよく分かってらっしゃるんで、はい、あのそんなすぐにできるとは思ってらっしゃらないと思うんですけど、はい、あの告知期間の問題もありますからね、はい、まあまあ、だからあの年末から年始にかけてをどう抑えていくかみたいな話になるんでしょうね、そうですね、きっとね、はいはい、まあ、10月1日、まあ、今ちょっとね取りしてるのは9月なんであれなんですけど、はい、10月1日には結構決まってると思います。なるほどなるほどなるほど、はい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 、はい、まあその辺問い合わせていただいて、そうですね、あのもうだから番組編成の話になるんですよ。そうなんですよね、どう組み入れるか、はいはい、だからあの例えば僕がごめんちょっと試写に使いたいねんけどとか言うても、あごめんそれこの日は待ってますね、もう待ってますよとか言われちゃう世界になってきましたみたいな感じですね、はい、はい、まあね、それがもう本当にあの一般の方がね、うん、たくさん来てくれるなったら増えますよ、うん、場所が増えますよ、2、パート2とか、はい、3とか出てくる可能性ありますんで、うん、ね、はい、はい、皆さん目指したいですね、もう期待しててくださいね、はい、はい、はい、という感じですか、はい、はい、ということで、マテリアルこれからもね、劇場扱いですね。そうですね、はい、まあ、あのあくまでも区分はあの飲食店なんですけど、はい、ムービーズカフェなんですけども、はい、はい、劇場扱いでホームページでも扱われているという形になりましたということですね、はい、はいはい、ということでございます。皆さん注目しててくださいね、はい、ありがとうございました。はい、では次あゆみ、はい、お店の情報です。はい、はい、まあね、映画の制作をやっております、はい、なかなか、はい、10月後半一番最後の週28日は、はい、金曜シアター、うん、はい、やります、はい、はい、舞台映像を楽しもうと思いますので、はい、ぜひぜひお越しください。そして29、30ですね、はい、土日は、はい、チョイス、うん、はい、久しぶりにチョイスができるなと、はい、はい、チョイスの日を開催いたします、はい、はい、なので、はい、ぜひぜひお越しください、はい、また詳しくはね、またその週が近づいてきたら、はい、内容をお知らせする、はい、はい、ぜひお越しくださいませ。はい、はい、あとは平日カフェ、平日カフェです、はい、はい、はい、まあ、まあね、あのだいぶ日差しは弱ってきてるというか、あれなんで、はい、暑いとか寒いとかじゃないかもしれないですけど、太陽スペースとしてもね、ああね、はい、そうですよね、はい、できるので、はい、はい、ぜひぜひお越しください。ぜひぜひ、結構快適に過ごせると思います。はい、お待ちしてます。はい、はい、以上です。はい、さあ、それじゃあいきますか、はい、今日のゲッターということなんですけども、今日めっちゃ時間あるからゆっくり喋ってます。めっちゃ時間あるからめっちゃゆっくり喋ったのかなと思うんだけど、いや、あの、はい、ですね、今日、まあ、10月1日ですよね、うん、で、あの旧暦でね、うん、10月1日っていうと、はい、ね、旧暦って大体ね2ヶ月あの遅いんです、遅いって早いって、はい、うん、だから10月ってことはもう12月なんです、旧暦に、うん、
旧暦で10月っていうのは、まあ、今の新暦でいう12月ぐらいだから冬なんですよ、うん、でこの大阪で冬といえば、うん、大阪冬の陣なんですね、はいはい、で大阪冬の陣といえばですね、まああのまあ、冬の陣はまだ始まりなんですよね、うん、でその後の夏の陣で完全に豊臣家が滅んでしまう、いわゆる大阪の陣、うん、2つ合わせて大阪の陣というんですけど、はい、ね、豊臣家が滅んだと、うん、いうことになってるわけなんですけども、うん、いやいや滅んでなかったよっていう作品がプリンセス豊臣なんですはい、はい、やっときましたここに、はい、そうなんですよね、あのであのいろんなね、あのこれ評価あります、うん、あのええんや悪いんやは人によって多分あるでしょう、だからあのね、あのマイナスのことを言う人もいれば、プラスのことを言う人もいればなんですけど、まあ、この作品ね、あの僕は結構面白かったと思ってます、はい、で、割とねある理由でこの作品はあのヒットしたんですよ、うん、あの割もうだいぶロングランというほどでもないかもしれないけど、あの普通2週間ぐらいで終わるのを、はい、あの多分1ヶ月ぐらいやってたんで、はいはい、でこれがですね、理由がですねキャストにありまして、まずこの、メインキャストがですね、堤真一さんが主役です、はい、で、そこに、この人が会計局、会計検査員かな、会計局の人で、大阪出身なんですよ、で大阪出身なんだけど東京にもう、管理、まあ、大学も東京に大学だし、であのその後、そう官僚になってるんで、大阪にはほとんど帰ってこないみたいなね、そういう役どころなんですよね、で、その部下が岡田将生と綾瀬はるかなわけですね、はい、でもねこれね面白いのがね、あのこの名前がねめっちゃおもろいんですよ、名前が、あのね名前がですね、そうそうそう、その堤真一さんがやる役が松平っていう役なんね、松平で、そのあれ、部下、岡田将生さんがやる役が、鳥居っていう名前なんですね、うん、で、綾瀬はるかさんがやる役が朝日っていう、うん、名字なんですけど、まずね松平、これも言うまでもなく、徳川家 の、 あの一門です、うん、松平家もともとは松平、あの徳川家ももともとは松平朝日っていう、だから松平っていう名前はほとんど徳川家と同じような扱いを受けてますね、うん、あの幕府の、高級官僚って言ったら大体松平の名前がついてる、はい、だから松平家なんかっていうと、まあそれは芸名なんですけどね、はい、で鳥居ですよ、鳥居っていうのはこれね、あの鳥居家っていうのはあの徳川家にとってすごい特別な名前で、あの 節目節目に命を懸けるやつが出てくるんですよ、鳥居家っていう、で、例えばあの徳川家康の時代であれば、関ヶ原の戦いが始まる前にあの伏見城が襲われるんですよね、伏見城を結局あの、徳川家康が自分の城のように、本当はあの豊臣家の城なんだけど、豊臣秀吉が亡くなった後、政治は徳川家康があのバックボーンとして見てあげるよと、で、その、秀頼が成人するまでは徳川家康が代わりにね、あの成人見ますよみたいな形で伏見城に入って、で秀頼は大阪城にっていう話だったんですけど、まあ徳川家康がどん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 その自分のそのなんていう言うことを聞くあの大名を増やしていくわけですよ、あの婚姻関係とか結んでいて、でも婚姻関係結んじゃいけないっていうルールを実は豊臣秀吉が生前に交わしてるんです、なのにそれを破ってそんなことやってるから許されへんっていうことで、あの石田三成とかがあの立ち上がっていくんですよね、で、あのまあ一回徳川家康関東に帰って、でさあ、じゃあ今からあの関東に向けて進軍していこうっていう時に伏見城を襲うんですよ、でその時に城を守ってたのが鳥居養蔵なんです、鳥居養蔵なんです、だから鳥居家っていうのは本当に節目節目に必ずそういうあの徳川家のために命捨てるやつが出てますね、で最後あの伏見城に火かけてあの守りきるというか、
あの、そういう命をかけて、守るということをやってらっしゃった鳥なんですよ。でこれあのちなみにその後この子孫たちが幕府であのすごいいいあの職人があったりとかそういうあれになるんですけどね、はい、で朝日です。朝日家、朝日姫って書いてあるんですよ。朝日姫って誰ですか？豊臣秀吉の妹なんですよ。で妹なんですけど、本当は別の人に嫁いでてんけど徳川家康に無理やり嫁がされた。で徳川家康もあのまだその時はあの豊臣家の大名になってなかったけど、あの一切言うこと聞かずに全然大阪城に来ないから、豊臣秀吉があのとにかく徳川家康を自分 の, あの部下にするために一生懸命いろんなことをやって、その中の一つが朝日姫を嫁がせると。もうええ年の おばはんやったんですけどね。あのでも徳川家康はちゃんと引き受けたっていう、はい、それが朝日姫なので、あのもう本当にね、あの松平鳥居、朝日ってきたらはあって歴史してる人にはすごい思う名前なんですよね、この3人が。ごめんなさい、プリンセス豊臣に今帰ってきました。はい、おかえりなさい。はい、やっと帰ってきました。はい、でこの3人がなんか大阪ちょっとなんかおかしいでっていう話で、大阪にやってきていろいろ調べてると、あの、あれですね、あのまたさっきの名前で言った、あの、中井貴一です。そうそう、はい、中井貴一がね、あの演じる、あれでも町のなんかあれですよね、あの飯屋さんでしたっけ。そうですね、飯屋さんなんだけど、うん、実は、影でっていうか地下にある大阪国というね、はい、大阪国 の, あの首相というか総理大臣になる人なんですよね、はい、でこ の, あの中井貴一がやってる役があって、でまああのその大阪国に実はその大阪のすごいたくさんの人たちが参加してたって、で大阪城の地下に国会議事堂と同じものがあるという設定なんですよ。でそれ入るのが空堀通りから入るんです。そうですね、空堀から長い通路を通っていってね、はい、でそれがあのもう大阪の人は代々あのお父さんから息子へ引き継がれていくというね、そういう設定なんですよ。そういう設定なんですよ。で、まあ、その大阪国って一体何かがわからないまま、この3人がやってきて、いろいろと調べていくと、だん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 それが見えてきて、実は、じゃあその大阪国って何のためにあんのかっていうと、タイトルのプリンセス豊臣っていうところがポイントなんですよね。はい、というお話なんですけどね。はい。はい、まあ、この話は、原作が、牧野学小説家の方が、ね、書いてらっしゃる、牧野さんっていうあの、鹿男と青鬼をした原作とかね、はい、あとあの面白いところで言うとあれか、何だっけ、あのシュララボン、シュララボンとか華麗なるシュララボン、そうそうそう、あの、これもまたあれですよ、彦根城が舞台になってるんですよね、あれね、映画版をね、映画版をね、はい、だからあのなかなかそういう歴史をちょっともじった面白い作品をあの書くのが得意な方ですね、はい、はい、で、何がヒットさせたのか、お話も面白かったですよ、はい、で中井貴一さんとか、あの堤真一さんとか、あの皆さんの演技も素晴らしかったです、あの、その最後のプリンセス豊臣っていうところの仕掛けも面白かったです、面白かったんですけど、綾瀬はるかです。綾瀬はるかが走るんです、とにかく大阪の街中を引っ掛け橋のところも走ってたんですよ、確か、走るとね、綾瀬はるかというと有名な高慢なバスというのがありまして、はい、もうめっちゃ揺れるんですよでこれがまたおっちゃんたちがおわーってこう見に行ったっていう話があってあとすいません、あのものすごいあのひょっとしたら僕セクハラ発言をものすごいしてると思うんですけど、まあこれ事実としてそれで客入ったんですわ、はい、はい、あの大阪だけじゃないと思います、多分これ客
着ラピットの、うん、はい、でそれで味を締めておっぱいバレーができるんですけど、うん、おっぱいバレーはそんなに入れへんかったという話ですね、はい、あからさますぎたんですよね多分、うん、多分ね、タイトルからしてタイトルあからさますぎるから逆に、何やろ、思い切ったことができなかったんですかね、うん、やりすぎれなかった、期待値が上がりますね、上がりますからね、うん、ハードル上がってるからね、うん、はい、なんやってなんだはい、そんな感じ。まあでもこの、プリンセスとよどみのスタッフは実はまた後で別の歴史作品というかタイムトラベル作品みたいなのを作ってまして、はい、まあ、その後もいろいろやったりとかされてるんですけどね、堤真一主演で綾瀬はるかが出てるみたいな、そうあるんですが、またそれはまた別の機会でお話したいと思います。はい、ということで今日は、プリンセスとよどみをお話しさせていただきました、はい、ということで今日のブッチョイということでした。はい、はい、ということでエンディングでございます。はい、さあ10月ありました。はい、そしてね、いよいよこの、ムービーズカフェマテリアル谷町も、はい、はい、劇場扱いを受けるというね、はい、そういうことになってきましたんで、また本当にね、いろんな作品ここでね、楽しんでいただきたいですよね、お客さんにね。はい、まあこの間の、カム映画祭りで、はい、結構ねたくさんいろんな方来ていただいて、ここの、設備とかも含めた予算みたいなのをね感じていただけたんじゃないかなと思いますので、またそういう人たちが今度、ここでかかる映画をね見に来ていただいて、でまた全然知らない人がやってきてみたいなことがどんどんできていくと楽しいなと思います。はい、ということで今週はこんな感じで終わりたいと思います。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。また来週。